トヨタスプリンタートヨタスプリンターマリノスプリンターマリノはトヨタ自動車が1992年5月から1998年10月までトヨタオート店扱いで販売されていた乗用車である生産は関東自動車工業横須賀工場で行われた7代目スプリンターシリーズの派生車としてデビュートヨタとしては初のコンパクトクラスでのハードトップモデルである姉妹車に カローラ10扱いのカローラセレスがある。そう点は、フロントノーズの造形とテールランプデザインのみ。ちなみに、カローラセレス同様、日本国内専用車であった。カリーナ ED が生み出した4ドアハードトップブームに乗る、形で発売されたスタイリッシュスポーティー4ドアだが、その後の RV ブームの時期に差し掛かると4ドアの不人気に加え、その低いルーフが生み出す。 独特のスタイルと引き換えに失った居住性が災いし、販売成績は下落の一途をたどる。本家スプリンターがフルモデルチェンジした1995年にもモデルチェンジされることはなく、車両形式 E100 型のままエンジン、ミッション、サスペンションなどのコンポーネンツのみ E110 型の部品を移植される形で1998年10月のモデル廃止まで生産され続けた。 グレードは 1500cc ガソリンエンジン搭載の2タイプと 1600cc ガソリンエンジン搭載の図タイプ。さらにスポーツ仕様の 1600cc ガソリンエンジン搭載のズタイプの3種類。それぞれに4速オートマチックトランスミッションと5速マニュアルトランスミッションが設定された。ありがとうございます。